エストニア征服など一時はバルト海南部を制覇したが、晩年に多くの領土を失った。征服王あるいは勝利王と称される。1182年に父が死去すると、兄のクヌーズ4世がデンマーク王位を継いだ。1202年の兄の没後、当時、スレースビ公であったバルデマーが、デンマーク王バルデマー2世として即位した。治世前半は好調で、北、ドイツに勢力を伸ばしつつ、1219年には、エストニアの征服を果たし、バルト海南部における覇権を握った。しかし、当時バルト海沿岸への勢力拡大を図っていた、ドイツ勢力は、こうした、デンマークの台頭を望まなかった。1223年、シュベリーン伯ハインリヒによって、バルデマー2世と次男のエーリクは誘拐され、3年に渡って幽閉される。バルデマー2世は解放の条件として、多くの領土喪失を受け入れるとともに、ハンザ同盟に対して、広範な商業特権を認めざるを得なかった。残された海外領土は、ドイツ北東部に位置するリューゲン島とエストニアを残すのみとなった。解放されたバルデマー2世は失地回復を図って北ドイツを攻めるも多大な兵の犠牲を招いたのみであった。1241年71歳で死去した。長男のバルデマーに先立たれていたので次男エーリク4世が王位を継いだ。デンマーク国旗デンマークの国旗については以下のような物語が残されている。エストニアとの戦争に際して赤地に白い十字を描いた旗が舞い降りた。その旗を掲げればデンマークは勝利するという神のお告げに従い、デンマークはエストニアに勝利した。しかしながら実際にデンマーク国旗のデザインが確認されるのは14世紀半ばにおけるバルデマー4世の時代である。1205年。ボヘミア王オタカル一世の娘ダウマーと結婚、二人の子を設けた。バルデマー息子1214年、ポルトガル王三種一世の娘ベレンガリアと再婚、四人の子を設けた。エーリク四世ソフィア・ブランデンブルク辺境伯ヨハン一世と結婚アーベル・クリストファ一世。ありがとうございます。